か電話してその警察に言ってることも言っちゃうとまたに隠れられちゃうかなと思って何も言わずに警察に泳がしとくの。そう、で、いや隠れ、いやあのねもう身元がね捜査入ってんだから隠れられようがないよ。もうその本人が目の前にいたらもう捕まえられちゃうんだから、うん、だからその感づかれちゃわないようにみたいなことを言われたんですよ、うん、感づかれてるって言ったって警察にも言ってんの本人も覚悟してるでしょ。だって本当にお金返してほしいんだったらそこまでしないと警察だけじゃダメでしょ。そいつ目の前連れてこないと回収できないよ。でもなんかどっちにしろなんかそのお金使い込んでるから返す能力、うん、返済能力がないんですよね。貯金もしてなくって。そんなの知らねえよ。え、電話するのかな。だって借用書なりとかなんか書かせなかったらだってから借りてないって言って一歩監視カメラとか映ってたらつまんどんのはバレるだろうけど借用書とかも書かしとかなかったらダメでしょ。なんか弁済一応形上だけでもなんだっけな紙は一応書いてもらいました。ちゃんとした書類でそれともなんか一筆みたいなやつで債務承認弁済契約書ってやつを作って、うん、作ってサインしてもらいました。うん、まあなあ、でももう逃げようがないと思うもんな、金ねえんだからな、うん、である程度固まった金があるんだったらね、そのお金丸々あるんだったらね、県外とか逃げれる、飛べるけど飛ぶ金がなかったらどうしようもないだろう。まあこういうことする人だったらまあ他にもしとんかもしれんけど、うん、ただもしあなたが本当に嘘じゃないって言うんだったら身の潔白を証明しないと配信上で言ってっていこうで、あなたもこのままこれから配信するんだったらやっぱ疑われた目で見られたりとかしたらやっぱ嫌でしょ。何、うん、そうですそうです。じゃあそのどうしたらいいですかね。俺はまあ親御さんに連れてきてもらって立場が悪くして話し合い親御さん間入れて話するのがまあベターかなと思うけど。彼と彼の親ですか。彼の親に彼を呼んでもらってそこの席を作ってもらって、でまあね両親の人と彼とあなたとで喋ったら逃げれないじゃん。うん、あなんかその借用書っていうかその貸してたお金とは別に取られてたお金もあるんですよ。そのふわっちポイントだけじゃなくって、私のキャッシュカードを財布から取ってそれで勝手にお金下ろしてたりとかもしたんですね。それが判明したからその窃盗とかで警察に行ったんです。お金を返してほしいっていうのが大前提なんでしょ。はい、でも返すとは言ってるんですよ。でもこれ相談とかじゃなくて、どうして私にお金がないのかという説明の段階なんですね。で、じゃあなんであなたが今お金がないのかっていう説明をするためにこれでこうこうこうでこうでっていうふうに説明したってことか。そうです、だからどうしたらいいかとかじゃなくて、じゃあもうあなた普通に粛々と今政治と配信するしかないよ。その説明は済んだんだから。はあ、いや総額190なの全部。いやなんかどこから190っていうのが出てきたのか。誰が言ったの190。いくら総額。総額が。総額がふわっちポイントが20。うん、24万。24万。7000。
7000円。24万7000円足すことの24万7000円。なんで24万7000円なんだろう。フワッチポイント、フワッチポイント、それは。いや、まるまる24万7000ポイント貯めてたのか、行かれたのか、それともまあ30万ぐらいある中の24万7000ポイントなのか。多分ピッタシじゃない。そうでしょ、はい、ピッタシ。あと何百円分かは残されて、うん、数百円は、端数は取っといて。ああ、そういうことね。延長チケット買うよ。うん、うん、ほぼほぼ全部延長代は受けてくれた。で、口座から抜かれてたお金が14万8000。あ、違う、これがクレジットカード使われてたお金。なんぼだね、そして14万8699。いくら今総額金が39万5000。あ、で、口座から抜かれてたお金がいくら。いくら口座。口座って言うとしか持ってなかった。なんで銀行、なんで銀行の口座の暗証番号わかるの？あのな、あれだってよ。束縛で、わかる？なんか束縛してて、思いっきり全部、もう全部お前のことを知っておきたいから、あの暗証番号全部教えてくれって言ったなんて。誠司さんと一緒だ。なんでやねん。まあでも。そんな人もいるんだね。うまいよな、やり方が。うまいっていうかわかんないけど、まあやっぱ恋の盲目なんでしょうね。ああ、多分ね。全部逆らえなかったんでしょう。てか、気づく。全部足してみ、いくらですよ。口座の金と。そんなにそのことが良かったんだ。うわ、結構いってるわ、足したら。今で75ぐらいいってる。75は大変ですよ、フワッチで稼ごうと思ったら。なんぼ。うわ、まだ行くわ。うわ、ちゃんと写真撮ったらノートに、うん、なんぼ。あらららら、うわー出た。被害金額出して。いくらですか。132万320。わー、30持って帰ってる。ハワイ行けるわ。うわ、温活できるわ。ねえ、囚人できるよ。ああ。最悪やな。こんなゴミみたいな男いるんだな。まあ、俺ら一番言っちゃいけない立場だけどな。まあね。俺ら多分もっとそれ以下だから。なんか190って言ってない、言ったことないと思うんですけど。190って言ってない。190万。なんか前、なんか私がこの話を自分の枠で言ったことがあるんですね、うん、その時も190万って誰かが言ったんですけど、うん、190万って私は言ったことないです。じゃあその190って言ったところの日にちの録画履歴公開しとけばいいじゃん。お姉さんは言ってないんだから、はい、それで済む話じゃん。なリスナーそれで黙るじゃん。録画履歴、どうするも、そいつと別れて誠司の彼女になる。もう別れたけど誠司さんの彼女にはならないです。なんか俺何も告白してないんだけど振られたみたいな。いや、ちょっと許せれないな。許せれないよ。あの、何にも俺告白してないんだけど。こんだけ親身になったのにだよ、うん、お金の件で。すいません、勝手に振られてんだけど。場所も貸して、うん、そりゃないよ。意味がわからん。すいません。何がダメなんだよ。なんか今はそれどころじゃないというか、そういうの考えれないというか。ペガサスだな、完全に。うん、許せねえよ。
こんなことある？彼氏はツイッターとかしてないの？え？ SNS。インスタとかツイッターとか。ツイッターしてます。自分のツイッターにそういう被害金額とか出してる？自分のツイッターに。出してない。出してない。自分のツイッターはアカウントバレてる？元彼。ああ。バレてます。ふわっちゃんアカウントはバレてるね。ということで配信見てる可能性があるよね。ほら暴露配信してたのよこの前一人で、うん、タイトルなんだっけ、130万盗まれたってタイトルだっけ、元彼に金抜かれたって。いや、なんか生きていけないかもしれない。そう、生きていけないかもしれないってタイトルで、何って通常枠だっけ、あれ通常枠でやってたのよ。金は抜かれて絶対見てるよ ね彼氏。うん、でもその時はなんかもうその彼のアカウントもブロックして。いや、どうなん、金も精子も抜かれて、ほんま彼氏だけしか得しとらんやん。うん、電話するか。電話するよ彼氏に。彼氏がもう返しますって言ったんだったら、もう借り、あの盗んだっても証拠になる。その録音があるってこと、返しますってきっちり言った。うん、それがなんか iPad の方かこっちにあるか連携してないんだ。連携してないですね。これはもう電話するか iPad の録音を聞くか何かしないと、これ着地点ないですよ。なるほど、ノブさん。うん、どうする。だって1ヶ月じゃ2ヶ月じゃ3ヶ月後よりから、もう今日明日とか帰ってこれるんだったら帰ってきた方がいいでしょうかね。はい、でも帰ってこれなくないですか。だってもともと本人にから支払いの返済能力がないから他の金つまんでんだから、だからどっか差し押さえするとかしかないでしょ、給料の。でももう働いてないからお給料とかも。ならもう親御さんとのあれだよ、書面交わしてから親御さん立ち会い人のもとやっぱ親御さん交えて話しないとダメだよ、成人過ぎてても。話し合いの時に何をお話しすればいいのでしょう。勝手に取られ、携帯触られて、勝手にポイント取られた、何を話したらって、あなたが受けた被害しかないでしょ。でもそれはもうお母さんと話しているんですよ、向こうの。だから男の人と話ができないから、男の人に返してもらいたいから、男の人と立ち会う場を設けてくださいって伝えればいいだけじゃない。で、なんか向こうで家族会議がその後あったらしくて、うん、それの、決定事項みたいなのをお母さんから伝えられた録音もあります。なんて言われたの。うーん、なんか結局その私たちには返せないっていう話をまずされて、うん、だからまあ本人に返してもらうんだけど、なんかそのまずその他の消費者金融に借りてるお金は利息だけは払ってい、いかないと私に返せないから、なんかその利息分はなんか保険、なんかこれ詰めて話したら配信を止めていただきたいんだけど。ノブさん、もういいことが思いついたんですけど、うん、もうこれもう帰ってこないもんだと諦めるって言ったらあれですけど、まあまあ警察側にもう届けてんだったら警察に任しといて、もう帰ってこないもんだと思っとって、もうこの私は今不幸だっていう感じで同情売りしたらアイテム多分飛ぶと思うんですよ。ああね、やったけど飛ばなかった。え、飛ばなかった。ああ、全然見てたけど。ノブさんプロデュースで。そうだ、俺見てたんだけど飛ばなかったから、俺は歌姫で売ろうとしたんだよ。じゃあもう歌姫がダメならもう泡姫しかないですね。泡姫か。うん。ダメか。うん。まあでももう話はまとまっているので。
そういうわけで私にはお金がないですよっていう。まあ気をつけてとしか言いようがないですよね。はい。だってねえ、リスナーさんからとかもだし、配信者からもモテそうじゃないですかね。もっといい人いっぱいいますよ。うん、隣見てください、ちょっとお姉さん。ちょっと隣、ほらいた。あ、ほらいたじゃん。ここにいるんですよ。うん、一番近くに。恋人ってあれですかね、作るもんじゃないですかね。気づけば隣にいるもんですから。そうですね。はい。うん、でもあくん、わかるじゃん。脈なしだよ。やっぱな。ちなみに好きな配信者って誰なんですか？私あまり配信見ないです。いや、まあまあ顔だけで見てかっこいいなと思って。あんまり、なんか全然わからないです。まあ芸能人に、じゃあ芸能人。芸能人だったら、あのパンサーの向井が好きです。帰らせろこの女。ノブくん、え、なんつうか、帰らせろ。パンサーの向井とか言いやがった。帰らせろこいつは。何、どういう、かっこいいの。かっこいいよ。素朴な感じ。え、素朴な感じ。向井治、俺たちには、俺たちと全然体型が違い、ほっそりしたやつだよ。装飾系の。そうなの。許せねえよ。許せねえな。すいません。マジか。まあでも、まあもし仮にね、本当のことだったらもうかわいそうだと思うし、まあまあ、配信とはもう別で切り替えて、配信ではもうあんまり喋らずに、うん、あの裏で動いて、うん、配信で頑張ってやった方がいいんじゃないのかなと思います、今の現状だと。はい、はい。はい、うん、はい、そんな感じですかね。なるほど、了解です。はい、ありがとね。はい、また何かあったら。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。あ、なるほどね。皆さん、右下のナイスとあのティッシュお願いします。こんな時にあれなんですけど、お願いします。ホテルスの予約を明日取ろうと思ってます。ティッシュありがとうございます。来た。第2位になっちゃった俺。すみません。いいえ、全然。お金がないんだよ、しょうがないんだよって。盗まれちゃってな。昨日の録画公開まだかっつってる。公開してから24時間経った？昨日じゃないです。じゃあ公開できる。うるさいから公開してあげて。うん、ティッシャーです。ナイスお願いします。早く寝ないと。うん。公開しました。公開した。OK です。公開しました。4万5000やべえな。まあまあやべえ。こんな時にあれなんですけど、いいですかね。私、端っこに。あ、いいですか、ちょっと。はい、います。